パックスエコノミカ、国家解体戦争から始まる企業による全体管理、限りある資源の節度ある再分配、賢明な経済主体たる企業が資源と市場を独占し、人々はコロニーに押し込まれ、糧食を得るためだけの労働に従事していた。企業の力の象徴たるネクスト、その開発に出遅れた GA は時代遅れの巨人であり、だからこそ彼らは我々を受け入れた。ネクストを狩る傭兵は低俗な政治的駆け引きにより生まれたのだ。古い戦士、政治的な利用価値しかない非力なネクスト、この時はまだ誰もがそう思っていた、私を含めて。作戦を確認します。イオシーン発射場に所属不明の潜水艦隊が接近しています。確認された航跡の特徴から、艦首はオーメル社サフィー級特殊潜水艦です。同社製自爆兵器の大量使用が想定されます。このまま半島部で待機し、沖合から発射場に向かう自爆兵器を全て迎撃してください。以上、作戦の確認を終了します。自爆兵器軍の接近を確認。想定通りです。迎撃準備してください。限界近くです。海上に敵反応、高速です。自爆兵器ではありません。おそらく飛行型のノーマルです。迎撃態勢に入ってください。限界近くです。作戦エリア限界近くです。上陸。目標は発射場の破壊と推測されます。突破を許さないでください。作戦エリア限界近くです。潜水艦隊離脱します。限界近くです。作戦エリア限界近くです。
自爆兵器全て撃破しました。発射場に被害は発生していません。作成は成功、完璧な結果です。お疲れ様でした。帰還してください。作戦を確認します。 GA 社ハーゼン工場が武装テロ勢力によって占拠されています。敵編成の中心は旧式兵器ですが、同工場で製造されていたノーマルを起動し戦力として利用している可能性があります。抵抗する場合はノーマルも破壊して構いません。工場内の敵を全て排除してください。以上、作戦の確認を終了します。作戦目標はテロ勢力の殲滅です。狭い環境では大きな制限されます。気をつけてください。格納庫内の敵全て消滅しました。隣接する格納庫にまだ敵反応があります。そちらも全て撃破してください。工場内の敵反応なくなりました。作戦は成功です。お疲れ様でした。帰還してください。作戦を確認します。コロニーラズグールの大深度地下施設に侵入した所属不明部隊を排除してください。敵部隊は比較的小規模であると推測されますが、詳細は不明です。以上、作戦の確認を終了します。最深部に敵反応を確認。作戦目標です。最深部に向かってください。作戦目標を撃破。作戦は成功です。お疲れ様でした。帰還してください。作戦を確認します。レオーネメカニカ社が建築中の電源施設が反体制武装組織によって占拠されています。これを排除してください。敵主力は少数のノーマルと思われますが、すでに完成していた防衛用固定レーザー砲の一部が敵制御下にあります。なお、作戦領域はレベル3の保護エリアであり、できる限り作戦行動時間を短く抑える必要があります。今回はレーザー砲による本輸送機狙撃を避けることも考慮し、施設中心への高高度からの降下作戦を取ります。以上、作戦の確認を終了します。作戦目標は地上に展開する敵主力です。速やかに降下し目標を撃破してください。まもなく固定レーザー砲の射程内に入ります。注意してください。目標撃破確認。残り3体です。目標撃破確認。残り1体です。目標を全て撃破。作戦は成功です。お疲れ様でした。帰還してください。作戦を確認します。所属不明の武装勢力が独立計画都市グリフォンを再占拠しました。武装勢力を完全に排除するため GA は大規模な空挺作戦を計画しています。空挺作戦の障害となる長距離砲を全て破壊してください。グリフォンには相当数の敵部隊が展開していますが、目標の長距離砲以外は全て無視して構いません。
効率的な作戦遂行を心がけてください。以上、作戦の確認を終了します。対岸に敵反応を確認。進行する地上部隊に構わず目標の長距離砲だけを狙ってください。敵本体との距離が詰まっています。東エリア、敵長距離砲完全に沈黙しました。残存する敵を撃破してください。作戦エリア限界近くです。目標全撃破を確認。作戦は成功です。お疲れ様でした。帰還してください。作戦を確認します。ホワイトアフリカ最大の反体制勢力マグリブ解放戦線の旧ゲルタ要塞を強襲します。要塞の守備部隊を全て撃破してください。旧ゲルタ要塞はかつての民族浄化戦争の名残であり、峡谷に守られた天然の要害です。守備部隊自体はごく少数ですが、峡谷に設置された旧式の大口径固定砲は長射程に加え高い威力を誇ります。留意してください。以上、作戦の確認を終了します。まもなく要塞固定砲の射程内に侵入します。砲撃に十分注意してください。この先旧ゲルタ要塞です。ノーマルの守備部隊が展開しています。全て撃破してください。敵ノーマル残り3機、あと少し。敵ノーマル残り1機、これで最後よ。守備部隊の全滅を確認。作戦は成功です。お疲れ様でした。帰還してください。作戦を確認します。マグリブ解放戦線のエレトレイア城塞を強襲し、彼らの持つ弾道ミサイル兵器を全て破壊してください。エレトレイア城塞はマグリブの重要拠点であり、複数のノーマルを含む精兵の抵抗が予想されます。また作戦エリアに激しい砂嵐が確認されています。通常の有視界戦闘はかなり制限されますので、レーダーによる索敵を重視してください。以上、作戦の確認を終了します。目標の弾道ミサイルはエレトレイア城塞にあります。レーダーを確認し城塞に向かってください。これはノーマルじゃない。ネクスト、なぜアナトリアのネクストか。悪いが見逃してやれ。ここでくたばりな。作戦エリア限界近くです。敵ネクスト機体を確認。テクノクラウンドのナンバー25、モリスビッチです。機体名はマガモール。高威力のロケットに注意が必要です。相手にせず目標破壊を優先しても構いません。判断はあなたに任せます。無理はしないで。敵部隊の層が厚くなってきています。危険です。集中を持続してください。くそ、我が輩ともあろうものが。敵ネクストバガモール撃破を確認。無事でよかった。作戦はまだ続いているわ。目標弾道ミサイルエレトレイア城塞に侵入しました。速やかに目標を破壊してください。弾道ミサイル兵器の破壊を確認。作戦は成功です。お疲れ様でした。帰還してください。作戦を確認します。マグリブ解放戦線の陸曹部隊を襲撃し、同組織のイレギュラーネクスト、砂漠の狼ことアマジーグの機体を破壊します。アマジーグは致命的な精神負荷を受け入れることで低い AMS 適性を補い、機体の戦闘力を限界以上に高めています。
ホワイトアフリカ各地の反体制組織から英雄と称えられるほどの相手です。まともに戦うにはリスクが大きすぎます。彼のネクスト、バルバロイはイクバール標準機ベースの軽量機体です。機体本体の防御力は決して高くありません。起動前に一気に叩いてください。以上、作戦の確認を終了します。無事の帰還を。目標を確認。輸送車両による陸送中です。焦らずに目標を引きつけ奇襲してください。目標、作戦エリア内。バルバロイ、すでに起動しています。そんな、気づかれていた。なぜ、お願い、生き残って。悪いがまだ死ねんのだ、貴様らのせいだ。アマジーグはずっと本体と独立して行動していたようよ。味方を汚染しないように。英雄か。最初から全てを受け入れていたのかしら。